レディオフォーゲーマータップ、カッコカリ。こんばんは、岡本信彦です。しこばんは、マビアカジタです。はい、日本最大級の総合ゲーム情報サイト、フォーゲーマー .net が生放送でお届けする番組、レディオフォーゲーマータップ、カッコカリなんですけども、2010年4月に無印でスタートしたラジガメも、今回めったく10周年を迎えました。ありがとうございます。リスナーの皆さん、長らくのご愛顧ありがとうございました。本当にありがとうございます、はい、そうなんですよね、まあ、10年前は20代前半、我々2人とも若かった。あの頃君は若かったというところで、あり余ってた、いろんなパワーが。あ、自分でも今思い返すとそう思います。どこら辺がそうね、まずギラギラしてたよね。ギラしてました、ギラギラしてましたっけ。ギラギラしてた、もう全ての仕事は俺のものだくらいのギラギラ。ああ、そういうことですか、あ、そういう意味で言うと確かに僕も、なんとかしてなんとかしてみたいな、そういうギラギラ感はやっぱ、あった気はしますね、あとマーフィーと初めて会った時にはマーフィー確か19歳だったと思うんですよ、僕。10代だった。そうなんですよ、それこそ池袋でお会いさせてもらった時のご挨拶がこう、こういう挨拶だったのがすっごい覚えてます。普通に頭下げてくるのそれは想像で膨らませてない、これはごとく的なやつかみたいな。え、普通に挨拶してたと思うけど、ありがとうございまして、じゃなかったっけ。この感じがやっぱマフィアチックでしたね、やっぱちょっと前の職場の癖が抜き切れてなかった。そんな職場はなかったと思いますけどね、はい、ちなみに、当初の番組ノベルティって覚えていますかと、皆様覚えてますかね。シコティッシュ、ですね、スコティッシュにならない、シコティ、シコティではなかったと思うんですけど、そうなんですよ、我々そのあれ、ときメモポーズっていうんですか、なんかそのハートを作ってましたよね、2人でこうやって。そうなんですよ、やべ、濃厚接触。いや、これここもですか後でちゃんと除菌しましょうね、じゃあ。そうなんですよ、そのポケットティッシュ、あ、え、ポケットティッシュじゃないんですけど、ウェブマネーの方。え、そうそう、これ取ったわ、これもうなんか、顔が2人とも違くないですか。全然違えわ、誰だこれ。え、誰だ、あれ君、写真あれ、シコリンってこんな化粧っ気なかったっけ顔あれあれ、僕ってこんな顔でしたっけ。まあ映んねんだけど、これはこっちなら映んのかな、映んねん、これ映ります、切り替えられたりしますこれ。あ、俺はほとんど変わってねえと思うんだけど、シコリンがなんか、あの、ね、昭和の名優みたいな顔なのあー、これ見せられない、見せられないかな、ちょっとピントが合わないかな。んか、あの、若返ってないか、今の方が若いかもしれませんね、もしかしたら。若返ってる。え、こんな顔だったっけこれ。うん、全然違うぞ。あれか、違う、え、な、もみあげとかこんな、なんか途中で別の人に入れ替わってないかあれ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 、俺、やったか俺やったな俺、もしかして痩せてるしね。あ、今ちょっと痩せました。痩せてるよ、今、だいぶ痩せましたまあ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 、痩せてもしょうがないと思うんだけれども、眉毛もちょっと違う気がする。確かに、え、こんな変わるか、顔赤くなってきた。え、こんな、そうですね、マフィーでも俺はほとんど変わんないな、ほぼ変わんないくて、さらになんか今の方がやっぱりさらに体格が良くなってね、強そうになってますね、やっぱり。まあ、体型は変わったから。あ、こっちか、まだ残ってたんだそれえ、これまだ残っ、うわー、これなんか僕頭一個ガツンってがずらかな髪の毛浮いてるよね。浮いてますよね、ズラかなこれ。なんだろうこれ、なんか不自然じゃないですか。うん、当時流行ってたのかな、こういう髪型見せてあげて、あれこれそっか、例のごとく俺はほとんど変わってねえんだけれども、あー、やっぱ見えないかな、これ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 見えないよね。なんか頭がね一個盛り上がってんすよ、なんでだろう。でもまあ分かんなくはないというか、あの、そうっすね、あとで写真撮ってちょっとブログとかツイッターに上げますか、当時流行りのアニメキャラこんな感じだったっすか。そうそう、昔は触覚こそだって思ってたんですよね、おしゃれだと思ってたんですけど、ちょっと宿毛もしてたんですけどなんかそしたらなんかすごいな、してましたよね、宿毛矯正したんですけど、え、はー、いやー、こんな感じだったか。驚くねー。服装も含めてなんかちょっと別人ですね。うん、本当に別人。いや、僕普通です今、多分。こっち
通ですよ。あやっぱり人間年取ると変わるもんだな。年取ったな、やったのかな俺知らない間に。ギラつきが増してない、はい、あれおかしい、シコリンの場合そんなことなかったんですけどね、うん、なんかどっかで道を踏み間違えたんでしょうね、うん、いかないよ。でもなんか全然違う感じするなってちょっと思いますね、うん、いやこれ昔の写真をそれこそ安本さんだったり中村さん、うん、杉田さんだったりって並べてみたら面白そうですよね。いや中村さんとか杉田さんは潜在昔のまんまだからあのもうそろそろ変えろよって思うけど、中村さんに関してはだいぶまた変わったイメージなんですよね。ヒゲもこう、そう中村さんもだいぶ別人だから、だいぶ別人ですよね、うん、筋肉もついてますし、そう昔の中村さんはちょっとあのなんていう の, あの爽やか系だったでした。僕も杉田さんに教えてもらった、うん、その当時の中村さんの写真っていうのを見てもらったんですけど、うん、なぜか半裸なんですよね。えそうですよ、え俺それ見たことない、上半身裸で、めちゃくちゃ若いんですよ。半裸の洗剤とかあったの中村さんって。あれ洗剤じゃないのかもしれないです。それプライベートの写真、プライベートの半裸の写真をなんで持ってるんですかえだとしたら逆に怖いんですけど。それはわかるだろう、なんで持ってるのか、まあ、そういうことですかね。ちょっと想像力働かせれば、そうですね、うん、失敬しました、うん、はい失敬でした。じゃあですね、ちょっとここでですね、うん、今回からちょっとしばらくの間10周年を前面に出してスペシャル的な SP 的な感じでお届けしたいなということで、うんうんうん、初回の今回なんとですね記念すべき無印時代の第1回の模様を特別にチラ見せ。これ恥ずかしいな、ちょっとあんまり見たくないんですよね、うん、しますかじゃあ一応。まだ距離感探り探りの時のやつだろこれ。いや失礼しました本当ね。しかも初回に取り上げた作品なんとメタルギアソリッドピースウォーカー、懐かしい PSP ですよ、超名作やんけですね。じゃあちょっとお届けしますかね。じゃあどうぞ。はい皆さんこんばんは。うわーこれ誰だ。はいこんばんは、アシスタントのマフィアカジタです。さあ満を持してスタートしました、日本最大級の総合ゲーム情報サイト4gamer.net がお届けするラジオ番組レジオ4ゲーマーですが、なんとですね、はい、カジタさんと一緒にやるということでいやーニグラディドゥン以来ですかね。そうですね、ゲストに来ていただいて以来。まあアニグラディドゥンは俺関係ないですけど、ね、あ関係ない、ね、関係ない関係ないという手で手で、いや僕初めてですね、腕を持ってきてマシタさんと会った時はですね、バリアを作ってる感じがする。松田さんの誕生日会というかですね、あそうでした、そうでした、10月の誕生日会でこう猫カフェで、そう、まあ、猫カフェで会いましたね。ほぼ猫カフェでお会いしたんですけどその時もうびっくりしてですね、まあ外見が恐ろしく怖いということで、いや俺の方は岡本さんが来てるとしてペルソナの人ってそうですよね、そうですよ。最初梶田さんがですねペルソナ見てましたと言ってくださって本当に嬉しかったんですけれども、はい、不比ペルソナ見てましたフリってちょっとダメですよ。はい、ということで、まあ僕はですね、もうこのラジオ番組ですね、まあ、ゲームということで、ね、やりたくてやりたくてしょうがなかったわけなんですけど、はい、まあ梶田さんの方も、はいはい、岡本さんとやりたくてやりたくてしょうがなかったですよ。お、その言葉だけ聞くと危険な雰囲気ですね。あー、直撮り。うおー、なんか懐かしい。やっちゃった。いや、今現場でもどなたがやっちゃったんだぜ。ノーハンみたいに。梶田さんがやってましたね。スタジオとかでもみんなやってた。まだ生きてますよね。よかった、よかった。ちなみに梶田さん今びっくりすぎですね。僕の左目のコンタクトが取れました。落ちてます。ちょ大丈夫ですか。やばい。右目だけで。なんかムズムズする。ああ、今この兄様よ。ムズムズする。このありさま。そうです。いやでも初々しかったのに。初々しかった。そうですね。でもマーフィーやっぱ今の方がかっこいいですね。あ、それは渋みが出たってこと、男としての。なんか多分筋肉があるから多分みんなも思ってると思うんですけど、体型は変わったな確かに。そして前より、ま、マフィア感は出てますし、男らしさかも間違いなくあるんですよね。でも前もあった、僕の記憶の中ではあった気がするんですけど、まあね、今比べるとちょっとなよいというか、ずっと会ってると分かんないんだけれども、やっぱりこう、うん、久しぶりに見るとだいぶ人間って変わってる。変わりますね、うん、恐ろしいぐらい変わってますね。恐ろしいぐらい変わってる。いやちょっと恥ずかしかったな今の。いつ頃からなんか遍歴も見てみたいですけどね。マフィーの中で確か一回こうボンってなった時期があったじゃないですか、うん、めちゃめちゃ太ったですよね。その時期を経て今
ゴリゴリの筋肉時代になったわけじゃないですか、うん、その遍歴も見てみたいし、まあ、当初この時期もそうだけれども、はい、本当にごく最近まで俺はオタクは体を鍛えちゃいけないっていう思想だったから、あ、そういうイメージだった、前も話さなかったっけ、なんかありましたっけオタク、あ、でも言ってた気がするな、そうオタクは、はい、あの鍛えるってことをまずするのが邪道だと、あオタクというものはもう日に焼けてない青白い肌で、はい、もうガリガリかブヨブヨの体 で、 でなおのこと、ね、ファッションもキモくなきゃいけないって、そんなことない、あだから骸骨のってことですか、そんなことないですよね、お前今ファッションキモいっつそんなことないです、そんなことないですよ、でもまあそんくらいそのオタクっていうものの、はい、なんつうのステレオタイプに憧れてた、あでもなんか今って正直言うと、うん、アニメが好きな方、うん、アイドルが好きな方でめっちゃおしゃれですし かっこいいですし、つまんねえ時代になっちまったよな体もめっちゃ鍛えてますし、俺はね、はい、違うのよ、オタクって言えばやっぱりそのバンダナ巻いて、懐かしいですね、ネルシャツ着て、はい、ケミカルウォッシュのジーンズ引いて履いてっていうのが、はい、もはや侍がちょんまげ言うのと同じような様式美を感じてたわけよ、はい、昔のアニメにこういうものですよねってことで出てきた、うん、そうそうそう、ですよね、それに憧れてたし、はい、そういうものこそが真のオタクで本当にかっこいいもんだと思ってたから、なるほど、今見なくなりましたね、でもなっちゃったね、一瞬待てそれやってくださる方いたらかっこいいですけどね、逆になんか最近ほらJK とかがそういう格好してディズニーランドとか行ってんだろう、だってえ、そうなのオタクのコスプレとか、そうなんですか、うん、なんかバンダナ巻いてるとか、そうそうそう、メガネしてとかですか、うわ、なんか見たことあるぞ俺、マジですか、ちょ検索してみようかな、いやというわけでね、まあ初回の記念すべき放送中恥ずかしがりながら見させていただきました、うん、皆さんどうだったでしょうか、さて番組ではですね、あなたからのお便りをお待ちしておりますよ、僕たちのメッセージ取り上げてしゲームなどどんな内容でも OK です、メールアドレスはすべて小文字で 4gamer@joqr.net 4gamer@joqr.net 数字の 4gamer@joqr.net です、はい、採用させていただいた方には1500円分の iTunes カードまたは Google プレイギフトカードをプレゼントいたします、ご希望の方おところお名前希望するプレゼントを必ず書いて送ってください、またこの番組は LINE ライブのフォーゲーマー公式チャンネルでも同時配信中です、アカウント名はフォーゲーマー LL、 なお Twitter で番組のことをつぶやく場合は生放送中にピックアップして紹介するかもしれないのでハッシュタグラジガメをつけてください、はい、そして今回のプレイコーナーでは去年9月から Steam でリリースされているアンレイルドを大特集します、うん、こちら仲間と協力して線路を敷設していく鉄道工事ゲームみたいです、yeah. それではそろそろ行ってみましょう、レディオ4ゲーマータップカッコ仮、最後までよろしく、レディオ4ゲーマータップカッコ仮、この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイト4gamer.net の提供でお送りいたします、レディオ4ゲーマータップカッコ仮、プレイング4ゲーマー、さあここから実際にプレイしながらゲームの魅力をお伝えする体感コーナー、プレイング4ゲーマーです、今回取り上げるタイトルはこちら、アンレイルド、さあ今回はですね Steam でリリースされているアンレイルドを、この方と一緒にプレイしますよ、
ボゲモノレッチです。よろしくお願いします。なんで今下打ちしたんですか。ちっちゃいな。勢いをこうつけようかな。にゃってなっちゃった。矢沢さんみたいじゃないですか。矢沢さんが盛り上がった時のやつじゃないですか。変な音入っちゃった。いやでもあの 10周年、うん、10年目、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。でもさっきこれも書いてあったんですけど、はい、タップになってからもう5年。そうですよ、こちら書いてあると台本に、はい、余談なんですけども、はい、5年前の俺っちさん、はい、もっと真面目だったな。ニュースコーナーでは自分なりの補足メモを作っていたし、ニュース読みの声も大きかったし、滑舌にも注意していたし、マイケンの帽子もかぶっていたし、うん、こなれちゃったなっていう意見がそうね、ありますよ。ちょっと待って、あの映像見てから、あの映像見てからこんな話する。慣れちゃうからさ。慣れちゃうもんなんですね。慣れちゃうもん、慣れて雑になっちゃうからさ。いやいや、5年経ってるから結構衝撃受けてますけどね。確かに5年はでも長い。俺っちって5年前からいたみたいな話ですよね。みたいですよね。いや僕の中です、まあ、2、3年、うん、俺もそうなんだよイメージなんですけど、なんか2、3年イメージなんだけど、ね、5年もいるんですね。本当 に、 本当に折り返してるんですね。折り返した。そうだから方ゲーマーのこの番組で言うと、うん、最初の期間とそのタップになってから同じ。そっか、そんなイメージがないっす。あれでも、タップじゃない時って、収録って何回やってました。覚えてね。何回やってます、何回って思う。収録はでも2本撮りだったんですよね。週に2本撮り、だ各週撮り。あ、じゃあ変わってないの、合ってるかもしれない。だからそう、そうなんですよ、各週なんですよ。1時間番組だったっけ。いや、30分そうですね、うん、まあ、だとしてもどっちかというとこっちの方が合ってるのに。まあそうなんですよ、実はそうなんですよ。あれ、そんなイメージがない。あれ、5年前だと20代前半ですか。20代、いや、あ、ちょうど5、6ぐらい。あー、そう。でもそれぐらいだった気がする。下から通うけど。いや、そんなとこから通うか。下から。じゃあ今結構もう方言マ編集部でも上の立場になってたんですか。あー、俺っちは、はい、結構目をかけられてるから。いや、そんなことはない、でも言ってましたね、土下座でうんちゃらかって。土下座代行の俺っちって言われてる。それは違うよ、それは違う。土下座代行が得意。なるほど。ものすごい重宝されてる、こいつ。なんか謝りに行って土下座をしに行ったら、その土下座した先で新しい仕事取ってきた。言ってましたよね。あの土下座の漫画が確かバキ戦の会社もありましたけど。土下戦とシャーマン、土下戦ですよね。あのそれっぽい感じですよね。だから要は、まあ、いろいろねタイムラもありましたけどね。お前土下座1度ぐらい100万だっけ。そんなしねえよ。そんなしねえよ。さすがですわ。未来の社長よ多分。いやそんなことないですよ。未来の社長。今の社長の名前も岡田だから。あ、そうなんですか。僕岡田ですけど。世襲制だから。あ、いや違う。岡田以外じゃもう社長になれないんです。だとしたらもっとあぐらかくわ。岡田しか受け付けない。そのうちパパとか言い出すんですね、うん、じゃあもう。いや言わんわ。じゃあとりあえずそんな千代さんですね、まあ、一緒にアンレールドプレイするんですけど、はい、マーフィーと千代さんはプレイしたことあると。実はあります。いうことで、うん、じゃあ早速どんなゲームなんか教えていただけたら嬉しいなと思います。本当ね、はい、インフラ整えるゲーム。線路は続くどこまでもを体現するゲームです。じゃあもうこれ見た方が早そうです、ね、早いっす。なのでじゃあ早速やってみますか。じゃあはい、やってみたいと思います。イエイイエイ。これ俺ドイツだ。微妙にラグがあって怖い。そう、こっち見た方がいいかもしれないです。見れます。この下のクリスマスのクッキーだ。これクリスマスのクッキーだけど。クリスマスのクッキー。あ、そうですね、うん、クッキーみたいな。四角三角でキャラ変えます。僕は赤い。え、四角。僕恐竜行きまーす。これなんだこの白いハゲ？これ何？見えない。これなんだろうね。で黒いやつにクッキーと。あー、白ハゲ。なるほど。じゃあ僕は。俺白ハゲにしよう。ペンギンできます。おい。かわいい。ペンギンに線路が作れんのか。かわいいのがいいですよね。やめてください。ほらほら。さあゲームでスタートしました。え、これプレイヤー、え、これね、中は若干むずいかもしれないけど、まあ行ってみましょうか。いける。いけるでしょ。これ何ボタンで操作するとかあるの。三角ですね。基本三角です。基本三角、バツやって三角。基本三角ですね。最大プレイ人数4人だろ。おそらく4人足りないで、基本的にはこのですね、はい、これ何したらいいですか。画面がちっちゃい。小さいな。この斧とか、これかな。おら、おら、おら、斧で木を切る。あ、違う、そのちょっとしこり、それ関係ないやつだから、ほどいて。え、しこり、あの土、これ、この土にね、向かってそのピッケルで刺していって、でこの木材と、これですか。あ、それ。あ、木材とこの土をまた持っていくと、そうするとこれレールが生まれるわけですよ。なるほど、これ持っていく。で、このレールを
こうやって引いていく。あ、シコリンね、あの、あ、ちょっと待って、あ、OK、 壊れてる、違う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 、え、どうしたらいいんですかこれ。これはもうどうしようもない、これは僕がミスりましたよ。これ何してる、何が難かったんですか。なんで今線路を貼る方向間違えて貼り直そうと思ったら、あの、ぶつかりました。あ、違う違う、あのね、最初木とか、まあ、2メートルつってんぞ2メートル、もう一回行こう、もう一回行こう。まあ初見なんで、そう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 、ちょっと要はもう線路をとにかく作って、あの、次の駅まで送り届けるってゲーム。なるほど。え、この突破していかなきゃいけないの。え、これどうしたらいいんですか。とにかく2人はあの木を切って、これですか、とりあえずこっち土を耕してください。俺は木担当すっから、とりあえず土耕しました。木材とかを俺っちが持って行って線路をひたすら作る担当だ。ただ、左側の何て言うんですか、海な、川になっちゃってるんで、うんうん、そこだけちょっとこれ主工人が石砕いて、道通さなきゃいけない。なるほど。石、いや、あそこ通すんじゃなくて、うん、え、これどうするんですか。岩を、あ、違う違う、木で橋をかけれるんですよ。え、橋かけるのこれ。橋かけるんです、ここ。これ何もできないじゃないですか。これ橋かけるんで。お前、あ、じゃあこれ木切る担当の人が木切らないといけないってことですか。木はもう一生懸命俺切ってる。じゃあ僕はとりあえず穴掘って資材をそこに運べばいいですね。で、これむずくない、このマップ。あー、まずい。え、これむずいんですけど。頑張れ。ここでいいのかな。これに、カイさんちょっと運んでもらっていいですか。何を。あの木をあっちに、あの列車の近くに。これどこに木あるんですか。これ木を下に、これか、切りまくって、これを木やって、こうやって、で、あ、そうそうそう、いいですね、これで作れるんですね。しかもこのね、あの牛さんたちちょっとどけてもらっていいですか。牛ちゃんたち、はい、これルートむずない、この先でまた切らなあかんと思う。牛ちゃんこっちおいで。え、これ、え、牛運んでどうぞ。燃えてるぞ、燃えてるぞ。牛運んだ方がいいみたいで。燃えてるぞ、牛は運ばずに殺せ。え、こ、殺せる、殺せる、殺せるんすか、うん、どうやって殺すんですか。ねえ、ねえ、あの、あれどこ行った、あの、バケツ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 はほら、そこそこ、あ、これでもやってくれてる、誰か、俺が消しといた。ナイスナイス。俺、木足りてるこれ。足りてない、かつもっと切ってもらわない、とりあえず。じゃあ上のこの森もハゲ山にしないとんこれ人間の業をね、これでいいのかな、結構ちゃんと描いてるね。ほい、これ線路が通るたびに周りが自然消えてくだろ。うわ、悲しい。それを知るゲームなんすか、これ。言い方があれだな。でもこれ、ね、開拓の良し悪しが分かる。木だな、木。木がない。木がね、やばい。木が足りない。シコリン、ちょっと線路作ってもらっていいですか。とりあえず木やって、置いて、線路を。あ、線路やばいよ。はいはいはい、ここですね。はい、ここです、はい。あ、そうそう。あ、うん、このね、真ん中に通してほしいです。ここですか。頑張れ、頑張れ。これでいいですか。そうです。え、これで。やばい、線路足りない、これ。やばいやばいやばい。これ石やって、これでいいですよね、今。いいっすよ、頑張れ。これで、頑張れ、これのか。これで、こっち、こう。あ、こっちっす。ああ、危ない危ない危ない。危ないぞ。待て待て、これ、目乾くな。これ、木の上も線路引かんとあかん。あかん、ここ通れ。え、これ、どこで瞬きするんですか。これは、いつもいいっすよ。え、瞬きいつもいいっす。瞬き。切れないですけど。ちょっと待って。やばい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 。ここか。しっかり急いで。ここ。早く行け、早く行け。あ、ここ。オッケー。え、木がない、木がない。木上にいっぱいあるぞ。あ、木を置くんですか。でもね、ただね、あれがない。あ、木と石で、しこりはね、線路を作ってほしい。オッケー、とりあえず。木は一度全部スタックしてから運んだ方が効率がいいぞ。そうですね。燃えてる燃えてる。燃えてる。これどうしたらいいんですか。これは水汲んで読んでダメですね。よし、木終わった。おいしょ。あ、水汲みます。ああ、こっちじゃない、こっちやばいやばい、こっちね、これあれ持ってない、持ちない、あれ持てない、どこ積み重ねろ、あ、もう持って、あー、これやばい、おい、はよ、石がない、石、ピッケル、あ、もうこれダメだ、あー、ちょっとー、あむずすぎる、中ちょっとこれ何度下げた方がいいかも、これむずくないですか、これ中むずいわ、多分3人だから、もう一人石担当がいればいけてたはずだよ、これむずむず、ちょっと何度下げましょう、なんでコントローラーもう一つ用意してんだって、もう一つありますよ、えでもこれぶっ刺して反応する、戻るんですか、これこれで戻る、一回戻ろう、14メートル積みましょう、でもまあさっきの7倍ですねそうですね。お前それ自信満々に言う言葉か、はい、まず簡単からいきますかね、簡単から言ってサクッとクリアしてから、そう次に行くっていう、地形が多分だいぶ長くなる、最初からあ、ほらほら、あ、全然違 う、じゃあどうしたらいいですか、さっきと一緒ですか、一緒ですよ、あれ地形変わってるわ、これどこに、でなるべく木切るのは前の方がいいです、こっちの、じゃあこっち石はそっちの、なるほど、じゃあ俺はこっちから切った方がいいのかな、はい、
とりあえずガツ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 いきますね。なんか人がいますこれ。あ、そいつ悪いことするの殺してください。え、どうやって殺すんですか。ピッケルとかで近づけば殴れるから、はい、殴ったらバラバラになるから。ほんだ、バラバラになってきてる。うわ、悪いことしてあいつ。お前、ま、やばい、やめろ。こいつは盗むんよ。やめろ、お前、せっかく俺が。で、あいつらしかも捨ててくんで、どっかに。うわ、捨ててる。え、これどうやってパンチするの。近づくだけで、それ、今切ってるでしょ。オッケーオッケーオッケー。いや、だいぶ崩されたんですけど。そろそろ石やばいよ。うん。ちょっと、一旦持っていきますね。オッケーです。これはとりあえずここら辺を上げる。これですか。これ、はい、積んでもらって。もう一回石を砕いてって、はい、がっつり砕いてった方がいいですね。そうですね。で、持って砕いた後に積み重ねて運んだ方がいい。砕いた後、積み重ね、3つぐらいまで積み重ねるんで、うん、か、じゃあ持ってって、おいおいよ、よし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 、これはいけるんと違うか。これいけてますわ。大した紹介もこの先ないぞ。あ、本当ですか。素材さえ足りてれば。オッケーっす。じゃあこれを。この木だけ。お、この、あ、そうですね。おーい。おいしょ。あ、いいねいいね。その位置よ。あー、どんどん用意しろ。なんで、ね、俺っちがリーダーだ。よしこりん。ここっすか。そこや。岡田さん、ここっすか。ええや、ええやで。岡田さん、俺名前や、それ。ありがとうございます、岡田さん。次期社長やぞ。めちゃめちゃイキリ出しとるやん。急にですね。これか。こうか。はい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 。どうぞ。これはまあ、下に。もう木は足りてっかな。ちょっとこれ下置くな。こう。とにかく掘りまくって。とにかく掘りまくる。で、あの画面外にアイテム置いてちゃうと、あ、やべ、俺挟まれてる、画面外これ、そう拾えなくなっちゃう、これ。カイツさんはその、なんですか、斧だけなくさないように、うん、それなくすと結構事件になる。 あ、いいねいいね、うわ、そうでしょ。あ、順調順調。なんか赤くなりだしてるぞ。あ、水を与えてあげてください。燃えると機能しなくなるんですよ、なんていうんですか、レール作りが。なるほど、そうなんです。いや、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。簡単簡単。おいしょ。せっせっせっせ。簡単はやっぱりです。で、そろそろゴールなんで、はい、あ、これもうゴールなんですか。そこにつなげるとゴールなんですよ。なんで次はこの取った素材とかこっちのに集めといて次に持ち越すっていう。あ、そういうのもできるんですか。できますできます。今のうちに掘っとこうか。ただ持ち越そうとしすぎてレールが間に合わないパターンもあるんで、ここに置くんですね。じゃあそうしてみて。いいよいいよ。よし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 。崩して崩して、どんどん崩して。なるほど。で、これ持ってここに置いといてと。よし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 。ほっ、あ、ちょっと待って。あ、くそ。あ、ちょっと誰か鎮火を。鎮火鎮火。あー、いいね。オッケー。素晴らしい。石はもうねえな。石そっちに置いちゃいましたね。よいしょ。そろそろただレールは足りそう。ただレールは余分に作っといても次持ち越せるんで。なるほど。あと1個でクリアですね。よし、最後の一つは俺か。え、ちょっと待ってや。まだ素材集めれた。あの期間ここからできましたけどね。そう、まだもう十分だね。まあいいか。で、ここでアップグレードですね。アップグレード、これどういうことですか。スーパーチャージャーつけようと。スーパーチャージャー、アップグレードした方がどうなるんですか。これアップグレードすると例えばダイナマイト作れるようになって一気にボンって壊せる。あ、壊せる。うわ。あとはさっきの水の貯蓄量を増やしてなかなか火がつかないようにするとか、うん、あ、それもいいですね。まあいろいろ方法あるんですけど。誰がいいですか。まあダイナマイトがいいと言われていますね。マイトある。マイトはないですね。マイトないね。で、このポイントを残しとくっていうのが手なんですよ、うん、次のダイナマイトが出てきた時に今1ポイントしかないんですけ ど、これ買うのに下のポイントが必要なんで、うん、じゃあ残しとくか。じゃあ残して、うん、食べた方がいい気がしますね。つまりもうここにいればいい、はい、これ退出って書いてあるけど大丈夫か。これロビンに戻る。どっちですか。先に進むためにはどこに行けばいい。あ、こうするこうする。こうでいいんですか。はい、これなんか終わっちゃいそうですよね。セーブして右下のあそこが終わるとこ。終わるとこ。あ、そうなんですね。よし、じゃあ各々の仕事するんや。よいしょ。
働け働け。でこれはもうがっつり壊していきます。はい、はい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 。上の後ろもは今のところ何の意味もないよね。そうですね。ただ解放するとこっちに来る可能性あるので、うん、こいつら殺した方がいいですか。まあ、殺せるなら殺した方がいいです、ね、牛まあ殴りました殴まあなかなかしないむやみに殴んなくてもいい。まあ殺生する必要ないんですけど。あ、そうなんですか。石を取ってもしこっちに来そうなら殴ってしまえばいい。あ、なるほどなるほど。じゃあ石の方が最優先で、うん、とりあえずやっといて。たまに課題でなんか動物を殺すなとかそういうのがあったりするんですか。え、むずい。それはそで動物を殺さないのは難しい。割と簡単なら。すげえやべえやべえやつ。動物を殺さずにはいられない。このゲームに、このゲームに関してですよ。このゲームに関しては難しそうだなって思いましたね。なんか来ちゃいそうじゃないですか、これ一本道とか。それが人生かもな。動物を殺さずに生きられる人間もいないかもな。いや、すごいなんか真理ですよ。みんな食べてるもの、命をいただいてるもの。いただいてますよね。確かに。そんな暗いゲームだったっけこれ。それを勉強するってことですか。違うと思うよ。ゲームから人生を学び取るのが俺らゲーマーのやっぱり本質じゃない。まあそうですね。それはちょっと一理あるんだ。それで勉強ですから。漫画とやっぱりゲームね、現実はゴミだから。え、早くログアウトしなきゃっつって。そのフィクションから人生の真理を学び取るべきだ人間は。そうそう、ね、OK、 いいね。長尾さんがしっかりオペレーティングしてくれてる。確かにありがたいです、ね、いいよ。これと協力プレイ。お前はなんでリーダーなんだよ。これどこら辺にあるんですか。まだ見えないんですよ。あ、そうなんです。とりあえずじゃあ崩してた方がいいってことですね。そうですね。わかんないから余裕があるんだったら、ね、左上にある黄色いなんかポンってあるのあるじゃないですか、はいはい、あれとかも取ると本当はあれが あれパワーアップの あれこれ木を川とかにこうやって置くと満ち欠けれるんですよ、うん、なるほど。なんであれで取りに行くっていうのがまあ定番なんですけど、間に合わなかったらしょうがないですね。あの黄色いやつ取ったらなんかいいことあるんだ。アップグレードに使います。燃えるこういうことですね。ここに置いて、あ、そう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 。でそれ取ったことアップグレードで、あ、取れたんじゃないですか。あ、ナイスナイス。で次で、アップグレードのタイミングで使います。うわ、暗い暗い暗い、暗くなる。あ、夜になった。え、暗いんですけど、むずっ。これはその、まあ自分の家でしか、これ、え、あ、これむずいっす、うん、あれ、俺どこに置いたっけ。あ、あ、むずい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 。こんなドラクエありましたね、最初。あ、非常にむずいですね、これ。これはどこ、どこ、ゴールが見えねえ。こっちかな。さっきライトを獲得しておけばこんなことになる。あ、そうですね、ライト獲得してればもうちょっと広い範囲光ってました、うん、うわー、これむずいっすね。あ、これ、崩せない。え、泣き言言ってんじゃないよ。働け働け。岡田さんすいません、現場監督の岡田さん。すいません、ちょっと不慣れなもんで。え、これだから新人はよ。うちの企業はね、もうブラックとかじゃないんだよ。もうジェットブラックなんだよ。ジェットブラック。なんだそれ。どういう。ちょっと光ってそうなんだよ。ジェットブラック。いいね。これゴール見えないからどっちに次げばわかんないな。あ、あった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 。右下にあった。右下か。あ、なるほど。このまますぐでよ、そうそう。これかけちゃったら早いね、多分。うん。ほい。いい感じだ。ほい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 。いいぞ。もうこんだけこんだけ切ったらもう木材はもう十分だろこれ。確かに。ちょっとじゃあ線路作り、線路作りに。ほ、オッケーっす。木材が画面外に行かないように集めて。あ、そうっすね。置いとかないと。はい。置いとこう。はい。あ、いいねいいね。みんなこなれてきてる。だんだん慣れるんだ。だんだん慣れるもんですな。うん、5年前の俺みたいだ。よし、いけー。それは違うよ。いけいけー。うわ、画面がいっちゃうな。よし、ほい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 。一度に運べる量がこの非力な体が恨めしい。俺だったらってことですか。うん、もっと運べるだろう。こっちか、こっちか。明るくなってきた。早く明るくなって、見えない、見えないから。夜が明けたか。明けたかありますね。よし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 、明るいうちに作業する。よしよし、いいぞ。これか、こっち、こっち。木が足りてないかな。ああ、あと1個。お母さん、まだかけないでよ、あれ。あ、はい、もうあと1個だけど。あ、はい、最後のちょっと俺がかけとく。いや、わかるんだけどね。それはいいんだけどさ。おいしょ。
喋れないですよねこれ。集中すると喋れないですよ。ディレクターから文句がありましたよ、はい、岡本信夫喋ってって。いやもう全然喋れないですよこれ。ラジオだよこれ。え、ゲームじゃないですか。ただゲームをするっていう。いやこれ真剣になっちゃうわ、ね、これ黙々とやっちゃうんだよね。ここに置いて、石が圧倒的にもうなんか足りない気がする、はい、石が足りない多分。圧倒的に木材が圧倒的に足りてんだよ、まあ、足りてないわけじゃないんですけど、はいはいはい、なんか木材型、木材型、木材の供給力やばい。それはマフィーがいっぱい仕事したってことでしょう、ね、そう、この辺の緑全部潰したの。あ、燃えてる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 。え、これバケツがもし画面外にいったらどうなるんですか。終わりです。え、うん、1枚だよ。確かに。 OK、 じゃあ繋げるよ。はい。あ、ちょ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 、危ないわ。いいわ、カイさんのタックルによって。タックルあるんですか。気をつけて。やばい、危なかったな今。タックルは L ボタンでいいんですか。これ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 、マイト、これこれこれ、あ、マイトいいね。マイトこれこれ、これをこんな感じで連結するんですよ。へぇ、で、マイト君は石を乗せると、はい、何秒かな、30秒ぐらいで、はい、爆発するんですか。ダイナマイトが発…いや、そこで爆発するの出来上がるんで、はいはい、まあ、そしたらそのダイナマイト持って行って、あの木とか石とかを壊せるよ。よーし、はあはあはあ、うわ、また変なやついる。あ、まずあいつら殺すんや。オッケー、シコ、シコの出番や。任して、俺の出番だ。誰、あんたどっち。いや、わかんないんすよ。これ、挟み込んだらもう一瞬にしてやれますね。どういう存在なのかがわからない。そこに挟み込む。で、これなんかね、ステージ進むごとになんかね、よし、オッケーオッケー、くたばれ、速くなるんですよね。おれ、列車の速度が、うん、え、あ、そうなんですか。あ、これちょっとあの石不足になっちゃうかもしれないです。石をガンガン掘って木材足りてると思うんだよな。この木を切ってもらわないとちょっと、もしかしたらこっち、木材が足りないのか。お願いします。その下の茶色いやつ取れない。あ、これいけるべ。ここら辺とりあえず全部ちょっと、あのね、あれも取ってほしいですね。あの、池の真ん中あたりには黄色いやつ。あー、パーパイでは、あれ木でいけるわけですね。木と橋だな、あれ橋かけないといけねえな。切りつつって感じですね。ほほほほほ、ルート的にはそっちで合ってるんですね。おそらく、うん、おそらく、あ、わかんないですよね。わかんないんですよ。ランダムなんですね、これ。そう、他のもできてる。ほいほいほい、一部だけガーッと掘り進んでもらって、あ、カイツさん、上のあそこの金とこ、ダイナマイトいけます。ここに、ダイナマイトをピョッと置くと、ないと、はい、ウンドですね。あ、あ、おー、なるほど、結構爆発するな。一気に結構片付くっていう。取れるかな、あ、取れた。へへへへ、バケツ画面映え以外に行かないで気をつけて。画面映え、うん、画面映え博多弁だよ絶対そうやな。取ると画面映え、ここで取れ、これで取、あ、取れない、あれ消えた。何を取ろうとしたんですか。金色のやつ取れ、消えた。あ、俺取った。あ、取れました、うん、あ、じゃあいっか。金色のやつ、よいしょ、レールが詰まってる、レールが詰まってる。じゃあちょっと取って、木材が、木材が後ろに流れていくぞ。あー、ダメだ、あれ間に合わねえ、どうにか。俺の木材が、俺の木材頑張って作った木材が後ろに流れていってしまう、まあ、とりあえず右でしょうね。うわー、これど、いけない、無理だ。これ石が、とりあえずこっちのやつ、ここを通して、あ、いいぞ、いい報告だ、通して、いいよ、あ、こっちが、お前殺す、ね、俺、お前殺す殺すって言葉出んの相当やぞ。確かにちょっと一旦僕木切るんで、とりあえず一旦石作ります。 OK です。俺この木がさ、あ、確かに、ちょっとじゃあ僕列車に、あの線路をね、列車に積み込んでくれ、これどんどん、よいしょ、石やって、とりあえず、よいしょ、置いといて、ほっ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 、積み込んで、あー、あるじゃん、上、ナイスナイス、こっち置いといて、よいしょ、ここで、よいしょ、あ、やっぱ速くなってんな、速くなってますね、速い方がきついですね、やっぱ、諦めます。じゃあここら辺とりあえず開拓して、あ、あれゴールか、あれゴールっすね。あれ、やべえ、俺、斧どこいた、え、あった、上にあります、上に、上にあった、あ、よかった。まあでも多分足りますけどね、うん、なるほど、あ、入れた、来た、ナイス、ナイス。え、これまた暗くなろうとしてます、そんなことないですよね。これなんか怪しいですね、雲行き怪しいよ、暗くなろうとしますよね、なんか気を使ってくれ、消費してくれ、この大量の T 機を頼む
その大量の木材を消費してくれ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。大さんが汗水垂らして生産した木が。もう運ぶだけで精一杯だこれ。もうね、あのダイナマイト誰も使ってへん。どこで使うんですか、余裕がなさすぎて。なんか深くまでこう一本で掘ってって、でその先にダイナマイト置いてくるみたいな、ムーブが、まあ、定番っぽい感じですね。とりあえず取っとこうかな。あーちょ取れてよいしょ。あ、ナイス。うわ、木が大変なことやってる、ここ。ほら、ゲントちゃう。よし、崩すか。やっと本職に戻れる。あ、金間に合わねえこれ。バケツ置いとこ。あ、いいですね、そのバケツ、うん、長浜さんが後は伝えてくれるだけですもん、ね、連絡係が連絡係。やっぱこれは4人でやってるな。あれ、崩れない。あ、ダメだな、木。オッケーオッケー。俺の木が俺の木がカジタズウッドが俺の木。ほほほほほほほ、よいしょ、はい。ここに爆弾を仕掛け、はい、はい、オッケー。壊した自然が無駄になる。あー、すごい、めっちゃ壊れた。ダイナマイトやっぱ楽だな。これしかもこれもあれなんですよ。え、これ終わりですか。あそこ一個繋げたら終わりですね。うわ、でダイナマイトまだちょっと拡張できたりもするんですけど、ほう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 、威力上がるんですよ。とりあえずよいしょ、ゴールだべ。置いとこうかな、よいしょ。ゴールすんべ。ゴールするんですか。ゴールしちゃっていいよね、もう。もういいんですか、そんなエアーみたいなセリフ言います。もうゴールしてもいいよね。それすごい感動的なセリフなんですけど、ちょっとゴール、ゴール。どうせここでおしまいだよ。あ、確かに、うん、あ、時間的、あ、いやこれもう集中してもわけわかんない。いつの間にか喋れないな。いや、すごい面白いけど、簡単だとぬるいかな。あー、ちょっとぬるかったっすね。でも結構必死でしたよ。まあギリギリ感はありましたけどね。あれでもうちょっと距離が進んでくると列車のスピードが上がってくるんで、うんうん、ちょうどいいバランスになってくるんですけど。なるほど。優しいの序盤ちょっとぬるいっすね。ぬるいっすか。あー、そうなんですね。まあ2人ともプレイしてますもんね。あ、そうですね、一応経験ありますからね。まあ、1回しか遊んでないからね。あ、なるほど。ありがとうございました。人と人とが協力する大切さ、よく分かった、うん、よく分かりました。なんか俺がこれをやるっていうのがなんかみんなで分担できないともう無理なんですね。そうっす、もうだから未来にはいけないですね。俺が木いけるんじゃってみんな木いけたらもうそれ積むんで、積むんですね。適材適所でもやっぱりいろんなジャンルの人間集まるとダメだな。そうですね、そうやってエンタメは形成されているんですね。うん、さあ、というわけでありがとうございました。以上、プレイング4ゲーマーでした。レディオ4ゲーマータップ、カッコ仮。
ニュースフォーゲーマー。はい、浜松町文化放送から生放送でお送りしているレディオフォーゲーマータップカッコカリ、ここからはフォーゲーマー .net より到着したばかりの最新ニュースをお届けします。チーオレ解説員よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは早速紹介してまいりましょう。まずはこちらのニュースから。荒野行動とポプテピピックのコラボ第2弾がスタート。はい、ネットイースゲームスは4月1日バトルロイヤルゲーム荒野行動とテレビアニメポプテピピックのコラボレーション第2弾をスタートしましたということなんですけども、はい、うん、ポプテピピックといえば漫画ゴーホーマフィアカジタ君でもおなじみ、うん、大川ブークブ先生原作の大人気、台本に草アニメって書いてあるんですけど大丈夫、大人気テレビアニメ、あすごい大人気クソアニメ、はいはい、で4月15日の、9時59分まで開催されているコラボ第2弾では、はい、前回ですね、2018年12月のコラボで登場したもの以外に、うん、ポプコとピピミのベビー服を再現した衣装や、うん、アニメからインスピレーションを受けたデザインのパラシュートが追加されております、うん、さらに荒野行動ワゴン車の他に謎の乗り物も登場しているとのことです、うん、はい、4月1日なんて、ね、嘘かなって思っちゃいそうですけど、思うようなニュースですけどね、テレビの場合は嘘が誠になる。なっちゃう。素晴らしい、はい、続いてはこちらのニュースです。サモンズボードとダンマチ2の初コラボがスタート。ガンホーオンラインエンターテインメントは4月2日サモンズボードとテレビアニメダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2の初コラボレーションをスタートしましたということなんですけども、うん、はい、4月16日の10時59分まで開催される今回のコラボでは、はい、ヘスティア・ベル・クラネル・アイズ・バレンシュタインをピックアップキャラクターとしてラインナップしたコラボガチャが登場します。うん、うん、さらに作中に登場するダイダロス通りや地下迷宮、イシュタルファミリアをモチーフにしたコラボダンジョンや、クラス報酬でナインヘルリベリアを獲得できるコラボランバとも開催されております、はい、またですねコラボ期間中にログインするとちょっとデザインの違うヘスティアがお知らせメールに届きます、うん、ワンピースをまとい髪を下ろしたヘスティアを仲間にできるので欲しい人は期間中のログインをお忘れなく、はい、といった感じでございます。デートにも期待したいですね個人的には。ああそうですね、はい、あまあね出てますからね、一応そう一応って言っちゃった出てます、かっこいいキャラクターで荒々しいキャラクターで出ておりますからね。さあというわけでチーオレさん、はい、今日のガチャタイムは何ですか。いくぞ、アイデンティファイブで新キャラ出たからいくぜ。ありがとうございます。いくぜ。囚人ですか。囚人です。このキャラクタークソ強いんですよ、はい、毎回言ってますけど、ね、バイパー、はい、多分あの墓森よりぶっちゃけ強いかもしれないですね。賛否ありますよね。でも解読についてはなんかなんですかね、 CV とかで連絡取り合えるような仲だったら、はい、まあぶっちゃけどっちでもいいよねみたいになるがちですけど、はい、ランクまでこうやり取りできない相手だったらかなりお得なキャラクターというか、あ、そうそうですね、はい、影響が出るキャラクターだなと。デトバで言うと、あの発電機と発電機をつなげてどっちも解読できるみたいな状況を作るんですよ。反則じゃん。ほぼ反則技に近いです正直言うと。ノラだとマジでクソ強いキャラクターだと思いますね。そんな追いかける側たまったもんじゃない。しかもなんと電気がたまってって一回スタンさせられるんですよ、うん、速攻殺さなきゃダメじゃんこいつ。でもそうですね、見つけたらそうです、ね、その代わりファーストチェイスよちょっときついかもしれないですね。逆にその相手を追いかけられた時に邪魔するものが何もないっていう状態なんで、そこですね。まあ後に行きましょう。そうですね、チャット欄ではツイステもぜひみたいな感じでしたけどね。ああそうか、ツイステもね、はい、ツイステとアンダーランドもそうなんですよ。確かに僕なんと10連1回で自分のキャラクター出ちゃったんですか。出まして、てか LINE ブログで、そうなんですよ、嬉しかったですね。自分の声が聞こえた瞬間あれほど嬉しい時はなかったですね。めちゃくちゃ嬉しくて、今日多分ジェイドっていうお兄ちゃんの方ですね、双子のお兄ちゃんの方がピックアップしてますし、新しいショーも、うん、はい、プレイできるのでぜひぜひ皆さんもね、こちらもお願いします。はい、ぜひ。ほな行こうぜ。ほらかっこいい青はね、まあ、青は一旦こうピュッピュッと、そうですね、ピュッピュッとやっていただいて、何回目が確定だっけ。60ですかね、今左下28なんで、うん、はい、もうちょい行ったら、そうっすね。さあま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 あ、ここら辺は今気持ちを溜めてる段階ですね、はい、運命力を引き寄せてる。ほい、まあ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 、これはしょうがないですね、うん、こういうもんですよ。まだ乱数調整、あ、これ今調整中です。さあ、まあ、そろそろもうそろそろですね。まあ次次、あ、次次確定じゃないですか。まだ調整する？確定なんで。まあ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 、調整、やっぱ調整長い方が結果がいいんですよ。準備大事ですから。ここできます。
さこい、はや、どうよ。まあそういうこともあるということで、あ、まあこの衣装もなかなかね可愛いんで、まあ可愛いですね、ジュジュの、うん、はい、導く雲、花雲ちゃん、ね、花雲、うんうん、今頑張って雲の衣装、衣装、そうですね、ダイスで取れるやつ、戦略で取れるやつを貯めてんすよね、頑張って、なるほど、はい、あと何回いける、あ、これでもう一回の確定、もう一回まで、何回いける、確定もう一回までいきます、まあでも途中も出る可能性あるんで、そうですね、あるよ、あるよ、内容、内容。まだ内容でもそろそろじゃないですか、そろそろ来るよね、そうだな、ネットさんニュース読み上げてよ俺ニュースで難しい感じ、あー来た、さあ来るか、違うんだな、まあでもこれはこれでまあいい衣装ですけどね、まあ確かに夢の魔女、これ出たらあれなくなっちゃうのかな、どうなんだろう、それの検証はまだねよく分かってない、確かまだ分かってないですね、ただこれでもう残すところ、はいはい、バイパーのみ説ある、そうですね、さあこの次かな、この次ですね、この次ですね、この次来い、どうなる、被る可能性もある、全然あります、まあ、だから3分の1ですね、僕はガンガン被りますからね、勝利、あれ来ないんだ、来ない来ないんだ、じゃああれリセットされちゃうのかな、もしかして途中で出たら確定は消される、確かに確定消されてますね、あ、やべえ、じゃあもうこれ、あ、これじゃあ1回あラスト、これもラストです、さあ来い、嘘でしょ、頼む、はーい、3分の2、いやこれは家に帰ったらぜひちょっともったいないんで、130、あと確かに130だったらもう引いた方が絶対出るんですよ、あと130の間に、おうおうおう、だからこれ家に帰ったらぜひちょっと、うん、追わないと、引いた方が追わないといいかもしれないですね、持ってねえやつですね、まあでも2つまあ出たということで、うん、まあもうすぐ、もうすぐだ、そうですね、延長の、はい、皆さんもねぜひぜひチョカチャ引いてみてみてください、はい、というわけで解説員のレッチでした、ありがとうございました、以上ニュース放ゲーマーでした、レディオフォーゲーマータップ過去仮にメッセージフォーゲーマー、というわけでまず仕込んだ C さん、ありがとうございます、うん、のぶくんマフィーこんばんは、こんばんは、マフィーさん、中村雄一さんとの YouTube チャンネル、うん、わしゃがな TV 解説おめでとうございます、うん、はい、ありがとうございます、熱盛をプレイしていらっしゃいましたが、うん、イースター期間の釣り企画で釣れるものがほぼ卵だったり、マジでクソやったあれは本当に、そんなことあります、あの後卵ナーフされたからなきつい調整で、そうっすよね、うん、今はもう全然釣れないですけどね、うん、どっちかというと揺らしたら卵が釣れすぎたんだよあの時、まあそういうことですよね、完全にイースターイベントに俺ら初回の企画潰されたからそんなことない逆に盛り上がったってことですよね、うん、そしておしゃれコーデ対決なのに中村さんの島の通信が何度やってもうまくいかずに、マフィーさんの不戦勝からの現実のスパチャができないからと、島に来た視聴者からの自主的なベルでのスパチャ、うん、めちゃめちゃ金落としてった俺の島に、いくらぐらい、何ベルぐらい行ったんですか、え、なんか結構行ってました、一度に8万9千ベルとか投げてくる人もいたな、8万9千ベルですか、あとは1万ベルとか、やばポイ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 、すごいですね、スパチャじゃないですか、完全に無言で拾っていくっていう、おー喋ってほしい、それはありがとうぐらい言ってください、そこはおしか言ってない、まあ、リアルかな、うん、これがリアルなのかな、ありがたいこったな、いやそうです、
ですね、まあ盛りだくさんすぎて1回目から笑いが止まりませんでした、うん、このような状況の中次がいつできるか分かりませんがまた生配信などありましたらスペシャルさせてくださいということなんですけども、熱盛やっぱり盛り上がってますね。まあね、うん、ゲームとしてやっぱりこう、うん、人と遊ぶんだ時に進化が発揮されるなと思ったよ。ああ、うん、そうなんですね。僕どこにも行ってないですけどね。はい、一人でやってると、はい、途端に襲い来る虚無の瞬間があるのよ。目が点でやってますね、僕。そうそう、それ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 。ちょっと。それ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 、そう。その虚無の瞬間を自覚した瞬間に結構つらみがあるから、はい、たまにこう人と会って、あ、どう俺の島みたいな感じで、見せないとやっぱ。でもどう見せたらいいのか分かんないですよね。DS の時はなんか。意外とね、はい、人呼んだりとか行ってみたりすると、分かる遊び方が。あ、そうなんですね、うん、こういう感じなのね。今ってそういうこと、前のシーズンは確か、上の方にはしごで行って、うん、上の方に上流にいる伊藤でしたっけ、うん、あ、違う、伊藤かな、伊藤ですよね。伊藤が確か 0.01% ぐらいで出るっていうレアな魚がいたんですけど、うん、今回は何 なんですかイースターの期間ってなんかレアいるんですかね。イースターは卵が釣れる。まあそうですよね、卵ですよね、うん、レア卵とかある、どうなの、あるんですか。あれだから空の卵だの地面の卵だの、それぞれ卵がいろんなところで配置されてるのよ。ああ、そうなんですね。それを、まあ伊藤か、結局。あ、伊藤釣れるの。伊藤まだ釣れるんですか。なんか3月までしか釣れなかった気がするんですけど、まあそうですね、熱盛ちょっとプレイしていけたらいいなと思います。島の名前ね、うん、まあ俺っぽいなって感じの。じゃあなんて名前つけたん。え、チョコレートです。はい、以上メッセージフォーゲーマーでした。レディオフォーゲーマータップカッコ仮。この番組は日本最大級の総合ゲーム情報サイトフォーゲーマー .net の提供でお送りいたしました。お送りしてまいりましたレディオフォーゲーマータップカッコ仮、エンディングのお時間なんですけども、ここでちょっとお知らせの方を。はい、マヒは何かありますか、ちなみに。さっきニュースで扱われた大川ブクブとマフィアカジタでやってる合法マフィアカジタ君が本日20時に最新話が更新されました。おはようございます、はい、タイトル、はい、シャークピエロ VS100 日後に死ぬゾンビロサンゼルス大逆戦。なんか攻めてますね、いつも。まあいつも、まあ、今回はね、はい、濃いよ。濃いですか。今回情報量が多すぎて、はい、読んでる人頭おかしになると思う。解けますか、うん、ちょっと脳が解ける。脳が解けるやつですか。ちょっと楽しみだな、うん、なるほど。今回すごいよ、豪華キャストのカメオ出演もあるから。え、うん、そうなんですか。特定の界隈ですごい知名度を誇るあの人のカメオ出演がある。え、なんだろう、全然わからないですね。で、まあ要は見てくださいということですよね、うん、そうそう、皆さんも見てみてください。さあ僕もですね、先ほど言った通りですね、うん、新しいオクタビネル寮の話がツイステでやっているので、うん、ぜひぜひ皆さんプレイしてもらいつつ、お兄ちゃんの方がねピックアップなんで、ぜひぜひそちらも弾いてもらえたら嬉しいなと思っております、うん、そしてね、あの水木というブラスターの方でも水木がね、なんと20歳になりましたということでございます、うん、あとまあ生配信とかもねちょっとまあ中止になったりとかいろいろある中で、そうですね、皆さん一緒にちょっと頑張っていけたらいいなと思いますし、今日の放送も見てくださってありがとうございました。本当にありがとうございました皆さん。さあというわけでですね、まあお時間ですかね、ということですかね今回ちょっと。そうなんですよ、これちょっとそう、ごめんなさい、わからないんですよ正直な話。もしかしたら俺らの姿を見るのこれが最後かもしれない。10周年だったんですけど、これちょっと最後かもしれなくてですね、そう、分からない、本当に分からない。まあね、これからどうなるかぜひぜひちょっと世の中の流れ次第、はい、流れ次第でございます、はい、ではですね、お時間ですね。レディオフォーゲーマータップカッコ仮、お相手は岡本信子とマフィアカジタでした。ありがとうございました。バイバイ、また会う日まで。ありがとうございました。